支援金申請の不備ループにはまる中小事業者、諦めさせられている方がいるってことです。事業者の悲鳴を岩渕議員が大臣へぶつける。告発。建設業の方から月次支援金の支給途中で、突然廃業しているのに申請をしているんじゃないかというふうに疑われて、何度もやり取り繰り返したと。であんな思いするくらいだったら事業復活支援金申請しないという声が寄せられたんですね。この方のようにやり取りが続く中で追い詰められるとか、申請取り下げた方がいいと諦めさせられているという方たちがいるってことだと思うんですね。対象になっている人がちゃんと申請できる、取り下げる必要ないようにするってことがやっぱり重要だというふうに思うんですよね。なんとかその支給につなげたいということで、こういう証明はできないか、こういうものは用意できないかということを非常に丁寧にやっていると私は思っておりますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。最後の一人まで届け切るってことが大事なわけで、そこにはやっぱり大臣の姿勢が問われるってことだと思うんです。お弁当屋さんをやっている方からね、申請したら不備になったと、でいつ申請通るのか分からずに、とってもストレス抱えてる、で窓口で言われた通りにやってもうまくいかずに、言われることもコロコロ変わるから、なんとかしてほしいんだっていう声寄せられてるんですね。で、大臣、このままだと、その事業復活支援金でも、不備ループで、いつまでも支給されないとか、申請諦めるっていう方が出かねないと思うんですね。どんどん活用してもらって、営業を守るっていうことが必要ですので、その拡充も求めて質問を終わります。告発。